ノーサンプトン郡区はアメリカ合衆国ペンシルベニア州東部のバックス郡のタウンシップである。フィラデルフィア市からは北東約12マイルにある。2010年の国勢調査での人口は39,726人だった。ノーサンプトンタウンシップは当初、ウィリアムペンはペンシルベニアに渡ってきたのに同行したイングランド人開拓者が入植した。 彼らは、ノーサンプトンシャーのノーサンプトンにちなんで、町の名前をつけた。町は1722年に、タウンシップとして法人化された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は26.1平方マイルであり、このうち陸地25.8平方マイル、水域0.3平方マイルであり、水域率は1.07%である。町の排水は、 ネシャミニークリークに流れ、それが町の北東境界全体を作っている。ネシャミニークリークはデラウェア側に合流する。町の中には以下の未編入領域と国勢調査指定地域がある。ノーサンプトンタウンシップ内のホランドとチャーチビルには1983年1月まで南東ペンシルベニア交通局のフォックスチェースニュートン高速交通線が 通勤列車を走らせていた。乗客数が減少したために運行は一時的に中断された。チャーチビル駅は改修されたが、コランド駅は2000年に解体された。それに続く時代、バックス軍当局は旅客鉄道の運行再開に大きな興味を示してきた。1980年代と1990年代を通じて数回の住宅ブームが起こり、 休止中の鉄道線に沿って住宅が増えていた。公共交通という選択肢を求める住民の大多数から圧倒的な支持があったが、ホランドを通っていた急上段鉄道沿いの住民の中には旅客定期便の再開について自らの勤房にはお断りという意見の者も,もいた。当初鉄道の代わりにフォックスチェイスニュートンシャトルバスが運行されたが利用は進まなかった。 バス便では鉄道よりもかなりの鈍く不便だったので大変不人気だった。利用する大衆は鉄道に代わるものとしてバスが適していると見たことはなかった。ノーサンプトンタウンシップはペンシルベニア州法の下で第二級タウンシップである5人の委員による行政委員会が統治している。ノーサンプトンタウンシップはカウンシルロック教育学区に属しておりその中には ノースアンプトンタウンシップ、ニュータウンタウンシップ、ニュータウンボロ、ライツタウンタウンシップ、アッパーメイクフィールドタウンシップが入っている。カウンシルロック教育委員会には委員を5人送り出している。2010年国勢調査時点での人種別人口構成は、ヒヒスパニック白人93.2%、黒人0.6%、インディアン0.1%、 アジア系3.4%、根結0.8%、ヒスパニック系3.5%となっていた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カウンシルロック、ノーサンプトンリトルリーグが2007年のミッドアトランティック地域選手権の決勝に進出したが、決勝ではメリーランド州ソールズベリーのチームに4対0で敗れた。ホックスチェイス。 ニュータウンスタディハット n o r t h a m p t o n t o w n s h i p com。スラッシュ supersorss ハット crstorg ハット u s,、e、s, o s t, s d t, a t o t e y com。ハット。アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステーツセンサスビューロー。二千八年一月三十一日。閲覧。ありがとうございます。